どうかな。今日はめっちゃここね、うるさいところ、うるさいっていうかね、結構人がいるところ来てるんですけど、こんにちは、アタックス Vlog の白石です。今日ね、ここね、東京ドームシティにね、来ました。東京ドームシティとね、ユーフェスのコラボのね、最終日ということで、で僕とね、娘と、あと娘のね、お友達と一緒に、3人でね、今来て、いろいろ回ってるんですけどね、まあ久々に来たな、東京ドームシティ。どのぐらいぶりだろう、1年どころじゃないや、2年ぶりぐらいにね、こっちに来て、で今日いろいろ回ってるんですけど、まあ割とね、まあ最終日っていうわけでもないんだけど、まあそこそこ混んでる感じですかね。ユーフェス自体は先週末にね、あったみたいで、でね、まあそのウーム系のグッズをね、買うのがちょっとメインだったんですけど、さすがに先週のね、土曜日、日曜日あたりでもだいぶ完売しちゃったって、まあ、お店の人が言ってたんで、まあそれは残念だったんですけど、フードコートとかね、コラボメニューとか結構あったりするので、まあそこはね、2人とも楽しんでるみたいで良かったです。さすがに混んでるから今回はジェットコースターはなしでね、まあ乗れるものを乗るって感じかな。というわけでね、今から行くのは後楽園遊園地の頃からあるんだろうな、この傘のやつにね、乗るらしいですよ。面白かった。めっちゃ楽しいね。なんか楽しそうで何より。よかったよかった、連れてきた甲斐ありましたよ。もう2回ぐらい乗るからね、よく乗ってるわ。地下通路行こう、ニンテンディスト完成させるの。じゃあ今からユーフェスクリエイター認定書、それをね、コンプリートしに行ってきます。あと2つだからね。まあ通路に何か答えっていうか問題があるから、それを取りに行くような感じですかね。ベルだ、本当だ。ベルだ、大好きベル。やべえ、あっという間すぎて取り逃した。なんかめちゃめちゃ濡れたとか言ってるけど大丈夫かな。めっちゃここだけ濡れた。いや、よかった。だからやっぱポンチョないとね、これやばかったね。膝までかぶった。やっべ、膝までかぶってたけど、ポンチョがあったから濡れずに済んだかな。いやー疲れた。なんやかんやで4時間5時間ぐらいいますけどね。やっぱさすがにね、子供について歩くとね、足が痛くなるっていうか、どうしてもね、疲労感が出てしまうっていう感じがしてね、ちょっとね、やっぱ子供のね、パワーはすごいですわ。でね、今日これ1日回ってみてね、ユーフェス遊園地か、ユーフェス
ユーフェス、遊園地、いずれすげえ言いづらいけど、まあ来たけどね、ウームのねクリエイターの人たちとそのコラボしたような感じの、まあ、東京ドームシーの遊園地になってるんだけど、まあなんかねやっぱり普段見慣れた、東京ドームシティだけど、そのウームのクリエイターの、まあ、写真とかね、あと等身大パネルとかがそこら中に散りばめられてるし、あとはお昼ご飯とかもねフードコートをそのコラボしてたりとか、実際ウームの人たちがその撮影にね使った道具とかを、展示物として見れたりとか、まあね大人だ、まあ、子供だけじゃなくてね大人もね楽しめる感じじゃないかなと思います。でやっぱりね子供の方がすごい知ってるから、もうめちゃめちゃ知ってる、逆にね、僕の方がね聞いちゃうぐらいね、うちの子供とかその子供の友達とかにもねちょっと聞いちゃったりなんだけど、やっぱり子供にねやっぱ人気なそのUUUMの、YouTube のクリエイターの人たちのね、まあ、人気と、あと、まあ、人気とっていうか人気だね、人気だね、そういったのをね、再認識した感じだね。なんか僕とか結構見てるのがやっぱり偏ってるけど、子供はね、もうゲーム実況にしかり、そのなんか実験したり、面白いことやったり系のものをやっぱりいっぱい見るんで、そこのね、差が大きいし、まあ、YouTube とかそういったあんまり見ない、親世代の人たちはやっぱりね子供にね聞いてましたよ、これ何とか、やっぱりこれ誰とか、これ何とかやっぱ聞いてるから、まああるあるだなと思うしね、やっぱこういった遊園地とか特に子供がやっぱ楽しむところでもあるから、そういった意味でもねこういうコラボはねなんかねすごいと思いましたよ、素晴らしいと思った本当。なんかねいろいろステッカーもらったりとかね、そういったのでねうちの子供と友達は楽しんでたみたいなんで、今日はね来てよかったです、よかったよかった。あとねやっぱウームすげえすげえすげえ。というわけで、今日はねユーフェス遊園地の動画でした。歩き疲れた、めっちゃ歩き疲れたんだけど、これからねなんかうちの子たちもう一個 ね東京ドームシティのね遊ぼうのっていうところにね行くっていうんで、ちょっとそれで1時間ほど遊んでから帰りたいと思います。この動画面白ければいいね評価とね、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。これねほんとねユーフェス遊園地ね面白かったんで、またぜひ次回もね、やってくれることを期待してますんで、よろしくお願いします。それではまた。